寂しくない。今から iPhone 禁止でディズニーランドに行きます。なぜテンションが上がっていないんだ。 iPhone 禁止でディズニーランド久々にあの企画やるぞ。スマホなしで歩いてディズニーランドにたどり着けるかをやりたいと思います。指輪じゃなくて転がるよ。楽しそうだね。ということで、皆さんこんにちは。オルタのチャンネルの内藤です。ウィン、しばじばです。ウィンです。ケケです。ということで、約1年ぶりに iPhone 禁止で歩いてディズニーランドに行きたいと思います。はい、今回は前回と変えて対決方式にしたいと思います。おー、4人で2-2に分かれて、はい、iPhone 禁止でどっちが早くディズニーランドに着けるのか、そして細川くんに2つの地点を決めてもらってます。はい、大体同じ距離で、うん、そこからスタートしてディズニーランドにどっちが早く着けるか。そして今回ヒントですね、人に3回まで聞くことがあります。はい、はい、ただし1人聞くことに到着時間プラス10分されます。なるほど。あ、じゃあそれではグッパーでチームに分かれたいと思います。はい、はい、じゃあ今回は渋谷内藤でグッパーして、はい、兄弟でグッパーしてもらって、せーの、グッパージャス。え、近いな。理由が分からん。近いな。せーの、パー。いやー、初期なんだよ。グーグーなんでどういうつもり。グーです。グーパーだ。はい、パーでしょ。余裕でしょ。もうアホだもん。おい、めちゃめちゃ何言うだろう。チーム天然とまあチームしっかりもの。はい、じゃあそれぞれ2つの場所に着いたら電話して、それでスタートしましょう。はい、それではレッツゴー。ということでチーム天然、はい、いや今回ギャフンって言わせようぜ。いやほんまそうっすよ。天然って多分言われるから天然になってるだけで、うん、多分同じぐらいの天然度やな、ね、俺らっすよね。違う。そうです。天然だやっぱり俺たち。ということで、はい、移動してます、はい、あんま見ないように外とか。そうですね。あとタクシーのナビとかも見ないように、はい、こっちはもう頭脳派なんでね、はい、計画的に行きましょう。計画的に行きましょう。よし、じゃあこっからせーのでスタートしますか。はい、罰ゲームはですね、はい、負けた方が相手に1万円分お土産をおごるという。なるほど、なるほど。惜しい。リアルだな、これ。リアルディズニーで買ったお土産をおごります。なるほど、なるほど。じゃあ行きますよ。はい、よーし、スタート。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。ちょっとじゃあいいですか。はい。おっ、あー、ほうほう、こっちに風が吹いてます。こっちに風が吹いてます。ということはディズニーって海沿いだよね。多分海沿いです。だから海から風が来ると俺は思うのよ。そうか。いやいや、アホみたいな推理だけど、まあ、でも、うん、あの車も向こうによく向かってるんで、うん、確かにあっちな気がするんですよ。アホだな。アホな推理。これほんまに分かんないっすわ。そうだ、今のスタート時点を伝えると、はい、公園なんだよね。ディズニー感一切ないよね。全くで、しかもタクシーで着いた時住宅地に入ってきたよね。そうなんですよ。そうだからディズニーっぽいところ全然なかったから、俺的には、はい、前やった感じだとやっぱ一番初めの方角重要だから。そうなんですよ。だよね。ここは10分使っても一人は聞いてた方がいいと思う。そこ思いました。だよね。大通り探して出て、はい、でそこら辺のコンビニとかに入って、どっちの方角かだけ聞く。そうですね。ほんと方角わかんないよマジで。こんなにわかんないって思わなかったな。ね、で一応もうアプローチとかも全部外してます。そうですね、スマホもね、うん、ダメです、いじったら。やっぱ現代社会においてやっぱりね、論理じゃないんですよ、うん、やっぱひらめき、感覚、これを重要視していきましょうよ。クリエイター。ということで、はい、はい、ローソン、ローソンゴールです。違うんですよ。今今から行こうって。ローソンじゃなかった。レッドブル買って。レッドブル気合い入れていく。唐揚げくん。あとおにぎり。休憩時間。武士は食わねえと仲良し。はい、はい、そういうことです。そういうことです。行きましょう。行きましょう。ということで今大通りに出てきました。はい、絶対海沿いなのよ。そうなんですよね。そうだ、潮の風が吹いてる方。こっちだ。こっちだ。こっち絶対こっちだな。潮の匂いがしたもん。こっちから。で、この大通り沿いだったら絶対コンビニあると思うから。はい。それで、うん、今聞こうぜ。店員さんに。そう。十歩でどれだけ進めるか勝負しようぜ。立ちますよ。ここから行きますよ。はい。
ちょっと待って、今また大通り出てきたんだけど、はい、俺ここ見覚えあるわ。え、前来た時通ったはず。マジっすか。うん、なんかね、はい、いや絶対来てた。マジっす。うん、まあめっちゃそれ嬉しい。だからどっちかだよ。無事だよ。結局そうなるんですよね。今コンビニあったから聞いてくるけど、はい、俺の予想的には多分ね、こっち行った気がするんだよね。根拠はなんかね、あの上田クリニックってやつ見た気がする。マジっすか。ちょっと今回聞いてきて、はい、やっぱりこっちって言われたら今日俺冴えてるわ。最高っすね、それは最高で、こっちって言われたら俺を信用しないで今日。わかりました。逆行きましょう全部、うん、ちょっとコンビニの店員さんに聞いてきます、はい、1回目お願いします。はい、聞いてきました。衝撃の事実です。何でしょう。こっちではなく、はい、こっちでもなく、こっちでもなく、こっちです。あっちですか。俺たちが来た道こっちです。マジっすか。うわ、あぶねー。危ない、危ねえ、危なかった。勘で進んでたら全く違うと思った。こっちです。こっち、危ねえ、危ねえ。やっぱこれは最初大事だわ。最初重要。全部間違えてた。二択全部間違えてた。全部間違えてましたね。どうした。海があるはずなんですよ。じゃああっち海だよね、多分。多分あっちなんですよ、海。なんか向こうなんもないのよ、果てに。ないね。海の方面行ってゾイ、ゾエバ、ゾエバ、海に行ってゾエバ行けるんですよ。確かに。ただその左右だけ間違ったら終わりです。終わるね。とりあえず海目指していきましょうか。はい、だから風もこっちから来てるんで、はい、こうなんです多分。はい、行きましょう。行きましょう。ちょっと待って、ここ覚えてろ。聞いた。でもさっき全然違いましたからね。いやこれ視聴者さんも多分分かる人いると思うんだけど、あそこ見てもらってもいい。あの水門、青いやつですか。うん、これ前の動画でもここのシーン撮ってると思う。マジっすか。うん、ここは土手の終わりじゃん。うわ、来た。前の動画であったんだよこのシーン。渋谷と歩いた思い出がある。まっすぐ行きますか。まだこっち行くか。いや絶対ないんすよ。何の情報もないです、それ。いや、 やっぱまだまっすぐ行こう。まっすぐ行きましょう。ちょっと2連続で外してたんで。そうですね、ここは信じましょう。一回人を信じて。うん、そうだね。コンビニ寄ってきます。またはい、ちょっともう一回寄ってきます。いや待ってて、待っていい。はい、なんか買うものある。いや大丈夫です。大丈夫。はい、行ってきます。いらっしゃい。お帰りなさい。スタイガー飲みて飲みたくなっちゃったって。あ、モンスターでもなんか、はい、セブンの BGM がディズニーっぽかった。き、はい、た。当たってますよこれ。あとなんかディズニーの本も置いてあったんで、ディズニーっぽかった。え、ちょっと聞いてきてみて。ディズニーっぽいから。いや、この間を埋めるための僕のおにぎり。フルート。ね、めっちゃフルートでした。こんなのだったっけ、セブンの BGM って。ディズニーっぽくはなかったかもしれない。違うかい。ああ、地図あんじゃん。おお、これ大ヒントじゃないですか。でも全然乗ってなくね。だけどこっちがやっぱ海沿いだから絶対合ってる。海ですね。合ってる。まっすぐ行って、まあ、ちょっと海沿いにこう回っていけば。そうですね、一回海目指しましょうか。そうだね、まっすぐ行って、はい、じゃあこの南小学校残り1キロぐらいまっすぐ全然大丈夫そうだね。はい、南小学校までは200ぐらいだと思いますよ。だけどそう、ほら、南小学校まで 800m。 あ、こいつある。あ、すいません。てんてんじゃん。あっちです。どう、じゃあ、KK の悪口でも言っとく。そうっすね。最低だろ。KK のいいところ言っとこうかな、じゃあ。いいところ、直接は言えない。確かに兄ちゃんからのいいところ。でも優しいっすね。優しい。はい、確かに、はい、天然の人って優しいよ。そうなんですよ、天然の人って優しいんですよ。内藤も優しいもん。お、真面目な俺たちはさ、真面目な分さ、はい、こう細かいところにも目がいっちゃうから、はい、優しくはないのよ。そうっすね。ちゃんとあのちゃんとしちゃう。ちゃんと考えちゃう。ちゃんと考えちゃう。何も考えずに優しさでいいよみたいな感じできないんじゃない。それはさとか思っちゃうでもさ超論理的になっちゃう。超論理的になっちゃう。内藤とか KK は心が広いよね。はい、広いっす。広い。そう、論理的な人って女子から超嫌われるんですよ。確かに。だからモテない。モテない。はい、内藤もモテないんだよ。
待って待って俺の方が多分足早いっすよ全然絶対言うよねそれ全然全然余裕全然余裕こういう風に歩いてた間もねあこういう風に走ってた間も、はい、相手はねこの差を広げないといけないからそうあ確かに確かにあいつらはアホだから、うん、まず使わない節約しようと思ってるからそうなんですもう違った方がいいってるから、うん、俺たちは10分使ってるけどこれで巻いていこう巻いていきましょうあもうそろそろじゃんあでも感じてきたなディズニーディズニー感じてきたエレクトリカルパレードが聞こえてきた気がしますもんやってないよこの時間まだやってないんだよあディズニーっぽいバスあれミッキーカラーみたいじゃないミッキーは服の色ですよね分かんないけどただのバスだったらめっちゃダサいっすよねダサいけど内藤さんお子様ランチあるよ海鮮丼を選んでる場合じゃないんですよお子様ランチあるよお子様は誰がお子様なんすか小学生だと思ってませんか食べたいよ小学生になってます食べたいナナコの夜小学生じゃないですか食べたいやっぱ遊び心が多いじゃない視聴者のみんなもわこのやっぱ天然組は喫茶店とか入ってくつろぐシーン見たいなと思ってるそのシーン欲しい年頃よ視聴者のみんなはそんな年頃ですか俺らは年頃っておかしいなそんな年頃ありましたっけそんな年頃ないよでもそういうシーンも俺は YouTuber として入れ込みたいそう決して俺が食べたいからじゃなくてシーンとして入れ込みたいからジョナサンやろうぜ言い訳してまーすチブジャバさんはいディズニーみたいな建物ありますよ本当だあれ絶対ホテルですよねほらどことなく隠れミッキーも見えてきますもん見えてるはいこれこの辺とか隠れミッキーに見えなくもないですよいや見えないだろ絶対見えないよシミだよシミ見方によればということで今歩いてたんですけどファミレスじゃないんだけど、はい、これ最近よく見ないよく見る生食パン気になったんだよ食わねえ食レポとかも入れた方が視聴者さん喜ぶからやっぱいろんな情報詰まってるねさすがオルタナチャンネルって言わせたいからそうですねこれ一斤でしか売ってないと思うんだけど、うん、一斤食いましょういっちゃいましょうということでじゃじゃーんじゃじゃーん買いました俺たちはこういうふうに楽しみつつ道中を、うん、動画を楽しみつつ勝つからそうですねいただきます内藤さん、美味しいです。マジで。ちょっと食べてみたかったのよこれ。生食パンっていうのね。なんかさ、ほんのり甘い。甘いです。だよね。何にもつけてないけど、ほんのり甘くてもちもちだわ。もちもち。うん。歩きながら食パンこれ食ってる人いない。漫画でもないです。おかしいよこれ。おかしいよ。何もっとあの人ってなりますよ。美味しい。うまいよね。焼かん方が美味しいじゃないですか。柔らかさがね、こっちの際立つ。はいこれ何の動画やっぱりやっぱりディズニーって書いてありますよセレブレーションホテルディスカバー本当だってことはですよ近いよ近いだって人にも聞いてないですもんね聞いてないディズニーっぽいね確かに言われてみれば、ね、色がやっぱ赤と黄色で、うんで、これビッグサンダーマウンテンやビッグサンダーマウンテン来たこれ来たもうショーディズニーですよこれスプラッシュマウンテンのビッグサンダーマウンテン混ざってますねなんか名所みたいな感じですよああマジでマジでマジでマジマジマジこれマジで見たマジっすかうんよっしゃえでも見えないえディズニー見えなくねいやでもこの堤防に立てば見えますよ多分マジで堤防からやっぱ地球は丸いえ逆行ってるとか地球は丸いですから嘘でしょ綺麗泣くね綺麗何これ嘘でしょえやば泣くなった俺絶対もう見えるはずだと思ったですよね大丈夫大丈夫ですえええ聞いてみる10分使いますかここでちょっとじゃあ聞いてみようか使いますか内藤さん俺ちょっとずっと気になってたんですけど、うん、内藤さんディズニーのことをディズニーって言ってませんそれみんなに言われるよさそれおばあちゃんの言い方ですよおばあちゃんがディズニー言うのにディズニーじゃないの ABC デーじゃないですかそれ普通だとなんて言うのディズニーです真面目チームの弱点に気づきました、はいはい、人見知り人見知り話しかけれないじゃんけんで決めるからね最初はグーじゃんけんぽいはいこれショよしくっそーって言っとるちょっと聞いてきますはい
願いします。これじゃあ2人で行こうか。2人で行きますか。もう2人で行こうか。わかりました、はい、超有益な有益な優しいお兄さんでした。向こうです。向こうです。決まりました。川がある。川があるって言ってたから、それ越えて、まあとりあえず向こう行けば見えてくるんじゃないかな。勝った。よし、もう出して。早く行け。意外と近いと思ったけど、なんか変に離れてる感もして嫌だ。でも近いことはもう間違いない。近いのは近いですけど、渡れないっていう。そうそうそう。ずっと続いてんだよな、この道。シンデレラ城が見えれば。ちょっと待って、予想。ああ、超大きい声出しちゃった。あった。あった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 。あった。あれだ。あれじゃん、あれじゃん、あれじゃん。ホテル。ホテルじゃん。看板が、看板がもうあるもん。来ました、東京ディズニーリゾートインスピアリ。よっしゃ、あとちょっと、あとちょっと。よっしゃ、ラスト。あ、離れちゃった。着きました。着いた。これはもう着いたでしょう。東京ディズニーランド着きました。いなくね。勝ったでしょこれ。電話します。じゃあタイガ電話してもらっていいですか。はい、じゃあ内藤さんに勝利の電話をかけます。あ、出ました。お、もしもし、着きました。よっしゃ、勝った。着きました、もう。マジか。はい。何、もうディズニーに着いたってこと。もうディズニーの入り口前にいますね。もう着いてるってこと。残念でした。残念でした。全然俺たちの方が早く着いてます。着いてます。ということで、はい、ディズニーの入場口に着きました。イエーイ。とりあえずまだ来てないよな。うわー、着きました。はい、ただまだ聞いた人数プラス10分があるから、はいはい、早く着いたとしてもまだ分かんない。俺らがスタートから2時間31分かかりました。1人聞いてプラス10分で2時間41分。はい、2時間41分。勝ったでしょ。いや、これ結構早いんじゃないですか。結構早い。はい、内藤さん、はい、ゆっくりやってください。僕たちのかかった時間は1時間31分です。いや一人に聞いて遅いね。遅いね。そして一人で聞いて合わせても1時間41分ということで、今回は僕たちの勝利です。ありがとうございます。イエーイ。はい、じゃあお土産買いに行きましょう。1枚目。はいはいはい、ありがとうございます。ということで、天然チームの勝利でした。皆さん予想は当たりましたでしょうか。そしてぜひ2年前のディズニー歩いていく動画もチェックしてください。そしてこの罰ゲームの様子はサブチャンネルにアップします。ぜひそちらも合わせてみてください。次回は USJ やろうかな。1万円に行ったらやろうと思います。ぜひグッドボタンもよろしく。バイバイ。